はいどうも、ショータイムゴルフです。はい、ということで今回はですね、太平洋クラブ御殿場ウエストでやってきております。この動画はですね、続きなんですけど、ウームゴルフさんとコラボさせていただいて、前半はウームゴルフさんのチャンネルの方に載ってるんで、ぜひ見てください。そして後半はショータイムゴルフで流すということで、じゃあウームゴルフの方たちご登場していただきましょう。はい、どうぞ。お願いします。皆さんこんにちは、高橋さすみです。よろしくお願いします。見てください。あなたは何しに来たんだよ。私応援しに来ました。俺たちで、ね、ちょっと流れ込みに来ましたよ。めちゃくちゃビッグなゲストに出ていただきました。ショータイムゴルフの画面に芹沢プロと進藤さん、としみんさん映ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ嬉しい、光栄です。豪華豪華。はい、で、タイタニック。今回ショータイムゴルフの動画なんですけども、3ホール目までは交互に行ってます。で、4番から6番がベストボール、いい方のボールを選んでカップインする。で、最後7番から9番までが4人でプレーして合計スコアでやっていきましょう。じゃあ、後半もお願いします。お願いします。お願いします。絶対リベンジするよ。おー、リベンジする。怖い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 。お願いします。はいっす。よし、じゃあ僕4番で。硬いな、4番でドライバー一緒だからな。まあいいや、前半完成してガチガチにいきます。ガチガチで、はい、そんな反省するような内容のショットじゃなかった、うん、確かにね、ドライバー完璧だよね、うん、乗るかもしれないよね。あれ、アイアンなんか曲がるじゃん。アイアンの方が曲がるんだよ。あれ、おい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 、ああ完璧。完璧、狙った通り。知ってるね。そういうなんか、翔太君、おもてなしとか大丈夫だよ、別に。大丈夫ですか。いや翔太、ハラハラしたよ。まずいよね。計算無視。計算計算。じゃあ、頼むね、頼むね。よろしくね。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとさ、他の番組出ちゃっていいの、俺たち。豪華だね。いや、ありがとうございます、本当。本当に。めっちゃ嬉しい。よいしょ、よいしょ、サンキュー。すげえ。とりあえず真ん中行ったから、大地、あとは頼んだよ。頑張ろう。俺の前をまっすぐ。さらっと。ほんとだよ。もう一回、藤田さんにも出ていただいたんですよ。そうなの、はい、シンガポールで。前夜祭で。マジ、はい、インタビューしたら、あれなんかジャスティン・ローズ、あ、ジャスティン・ローズも出た。あ、そう、シンガポール出てたからね。そうです、そうです。バット・クーちゃん、バット・クーちゃん、リョウ君も、あ、そう、リョウ君も、今回はショータイムに出させていただいてます。トシミンは MC ではなく、ウーブチームの応援に待ってます。応援隊長、はい、応援隊長。すごい戻ってる。52度、カンさんの52度。そう、あ、そう、カンさん、カンさん、カン様です。様になる。4様の、4様のカン様です。打ち下ろし入れて116、はい、P ショータイム正しい。5人、トシミン5人でいいんじゃない、ちょっと飛ぶから。 MC ではなく、あ、まあね、応援に待って。すごい戻っちゃいそうな気がするんだ。いっか、奥に落とすぐらい振ればいっか。うん、じゃあカン様行きますよ。カンさんも奥からバックスピンかけて。おお、これいいんじゃない。本当にバックスピンだよこれ。戻れ戻れ。あ、全然やっぱりこう、でもほら、ナイスです。ナイスナイス。手前から順目だからね。ナイス。カンさんはナイス。やっぱティーショットさえ誰かに任せりゃいいんだよね、俺はね。52度で92ヤードです。はい、ビトインなんですけど、うまっ、うまく抑えてるわ。あ、ちょっと弱い、逆か、強いか。もうちょい戻っていいよ。グリーン硬いね。カチカチだね。同じぐらいだね。パター勝負。パター勝負。あ、一応持ってくれていました。外れるとは思わないけど。富士山からなんか目が来てるらしい。ちょっと待って、やば。Thank you.
ばい、緊張しちゃったよ。緊張しちゃった。やってるわ。ナイスバーディーっす。いやちょっとね、多分ほら僕たちがゲストに来てるから名刺代わりに優しくしてくれたんだけど、そういうことですね。ショータイムね、優しさ優しさが出たよね。接待しちゃったね、やっぱり。そうだね、これ接待だよね。そう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 、やっぱ長いものにはなってじゃあ一ホール一ホールと固定チーム。はい、ガチガチに行って今ボギーだったよね。一番ダサいやつガチガチだったよ今。ガチ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 。これスプーンぐらいで乗るんじゃないの？そんなこと考えちゃいけない、ダメだ。ガチガチ言わすなよ。そう、配信でも来るからね。三遊で、三遊です。 OK、 三遊。おー、グッショー。うまっ。うまっ。超いいフェード、完璧だね。ど真ん中。ナイスね。すげえ。緊張ですよ。早くこのルールから解放された。解放された。やば。まあ、上から行ってるからなんていうかバサバサで落ちるだろう、下にね。あやのが曲がんな。あやんやめようぜ。ちょっとショック受けてる。ショック受けて向こうカート乗るの忘れてるし。あ、散々乗りたかったね。乗りたかったね。冷静に反省しながら歩こうとしてたよね。逆に急に基盤もそう、急にこうなると。急にこれやっちゃうとね。あれがね、僕らにとって最良のマネジメントなんですよ、ドライバーっていうのが。そう、そうなっちゃった。刻んだりするのも曲がっちゃうんですよ。そう、結局同じなんだよ。このパート1は曲げる。頼むよ。本当だよ。もう俺もだけど。いやー、おもろい。面白いよ。コンビ。ああいうコンビがちょうどいいんだろう、デココンビでね。カン君の方が年下ってのがいいですよ。またね。塩田君のカン君に対するなんか全てをこう受け入れてるよ。受け入れてね。お兄さんのように優しくね。はい、ああ、進藤さんナイスショット。完璧は大丈夫。ああ、よかったです。うまくいきました。どんなか。あ、ガラ空き。ガラ空き前よね。あ、そこからこう、こういうやつ。そうっすね。こう、いける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 。いけるいける。あそこも抜けるよ。あそこ。え？めちゃくちゃめちゃくちゃチャレンジするもんな。全てにチャレンジ精神を出してくれて、見事に全て失敗してくれる。常に 100% 上からだよ。鉢でかくないか。なんなんだ。ナイスレップでしょ。ナイスナイス。タイランドすげえ滑りしてたから上行くのかと思ったら急に。
面白すぎるじゃんそれ。笑った。狙うかと思ったら。狙うわけねえだろ。あ、そう。いい音。いやー、ちょっとまた、うわ、すごい。やばい、ナイスオンです。なんかちょっと硬いな。でもまあ、手前見たから、はい、上りで、打ちすぎないように気をつけます。はい、手前。またボロ負けや。パー取れるとこまでボロ負けは避けようぜ。うん、せめてギリ負けにしよう。ボロ負けは、ね、いいとこにレイアップしたな。翔太すごいいいとこにレイアップしたよ。ボール変え、わあ、ピポット。あれボール変えれるんじゃないですか。いや変えないです。妙な男気が。67。うん。後ろ教えて。おお、うまいうまいうまい、めっちゃうまい。これはバックステイするよ。完璧。おお、ナイスナイスナイス。これはうまい。頑張った。めちゃうまい。すごい、ディポットからあんな球打てない。あ、大丈夫、俺パター打つことないから、あれ入るから。はい、入る入る。あれ大丈夫だ。あれはね、大丈夫。ギリギリじゃない。いいんじゃない。大丈夫です。じゃあ、ジャスト音も神よ、仏よ。めっちゃ綺麗だわ。上からね、やっぱり逆目だからね。あれ、それ打っちゃいけないんじゃん。そうそうそう。一応、ほら、俺パターいらねえとか言ったし。カン様いらないっすね。カン様パターいらねえよ。いやー、打ってない。硬い。じゃあ俺がそのまま先に。三打差でしょ。うん。え、なんで？あ、三打差だ。三打差。やばいやばいやばい。次行け、次。うん。展開できる。もう向こうが落ち込んでくれればもう大丈夫。メンタルスポーツ。190。もう頼んだよ。右。頼むよ。マジで。うん。大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。ブームチームうまいな。うまいとかいうレベルじゃない。プロクラブは5番です。はい。いや、これも。いや、あれで左引っ張ったってどういうことだよ。バンカーですね。上げてんの？上げてるね。6でした。6だわ。俺たちの確認されちゃった。6番で。どこ行っても上げるから今日。おかしいね。いつも俺らやるときどこ行ってもフォローなんだね。これ大丈夫？大丈夫。何もない。右のエッジでもいいとこじゃない？はい。どうぞ。体がガチガチ。ダメだ。なんだこれ。いつものスイングできない。どうしよう。どうしよう。どうしようね。やばい。どうしよう。やばい。叩かれる。ショータイムの番組になったら体硬いよね。なんか急に。リラックスさがなくなってるよね。あんだけいい感じで振ってたのにさ。なんだろうね。ちょっとね。不思議ですね。2回とも出しに行ってたね。やっぱ負けたくないんだね。自分のチャンネルだとありますよね、背負ってるもんが。そうかそうか、そういうことね。はい、背負ってるものがね、あんまり情けないとか見せちゃいけないっていうプレッシャーがね。確かにそうだよね。あるかも。やっぱあるんでしょうね。前半もまあまあ疲れましたけどね、僕ら。疲れたね。今の方がなんか楽しそう。もう全然ほら、もうゲストが負けてもいいじゃない。一回勝ってればさ、一回勝ってればって、これそんな。でも、ウーモン見てないで、ショータイムだけ見たら、あ、バンカーの手前だ。帰ってごめん。いい、大丈夫？いや、あっちの方がいいですね。本当？はい。58、はい。
座ってきそうな雰囲気だったんだけど、あ、俺パター打つことになった。まだやっぱりさ、翔太くんにプレッシャーかけてるよね。そうそう、大丈夫、一応握っとこう。一応握っといて、一応持ってて、ね、安心感。翔太持っとる、ね、持っとる、大丈夫、保険で。伸びろ、イエス、大丈夫か、パン、あ、か、パンじゃねえ。誰がパンだよ。下ってる気はする、うん、あ、ナイス、マジ、惜しい。お、ちょっと、いや、ちょっと結構フックした、うん、したOK、ナイス。今日なんかパーパットだけじゃなくてボギーパットも長いな。コメントに上げたかった。おしやばい。次ベストだな。そう。次頑張ろう。うん、コーンはダメだね、うん、そうコーンはダメだ、コーンはダメだ、噛み合わない。この上でスパクティーなんだ。いやー、すみません、もう疲れたよ、でもダイちゃんも、もういいね、これでね。あー、もう最高です。1本目で終わってよかったね。ちょっと敵がちょっとショック受けてるから、体なんですよ。マジ、女性惚れちまうわ、これ。マジで。いや、すごいっすね。いやー、この安心感すごい。何も言わない方がいいですか。閉めますよ。閉めていいですか？いいですか？勝手に閉めてやる。流れ込みだ。道場破りだ。はい、今ですね、4点差となっております。はい、続いての動画も楽しみにしててください。ああ、素の締め方。ゆるい締め方しました。ちょっと。大丈夫です。いい感じ。ありがとうございます。